こんばんは、今回はデイトなどですね、D ユニットプラスというアクセサリー電源をですね、リレーを介して容易に取れるようなアイテムをちょっと紹介したいと思います。やはり近年ですね、魅力的な電装品が豊富に揃えられておりますので、やっぱ電源がね、とても必要になってきます。 ETC であったり、グリップヒーターであったり、ドライブレコーダーであったりね、USB 電源の取得とかいっぱいあるじゃないですか。それをね、意外と容易に、コンパクトにスマートに、できるような製品だと思います。価格もね、2800円と手頃なので、とてもよろしいかと思いました。はい、それではですね、開封して中を見ていきたいと思います。これね、 D ユニットプラスっていうんですけど、プラスがつく前の初期型もあったみたいですね。で、今度ですね、また新しいのが、違うタイプのが出るような感じでございます。内容物と中身は、こんな感じでございます。はい、それではですね、外観と、寸法的なものをちょっと確認していきましょうか。意外とね、写真とか動画でもサイズ感って伝わらないですかね。昔だとね、タバコ並べてどんくらいですみたいな感じだったんでしょうけど、長い辺が、85ミリですね。で、短い辺が、40ミリで、厚みが、25ミリになります。結構ね、これで、3系統入ってて、リレーも入って、低配のヒューズも入ってっていうと、かなりね、コンパクトなサイズ感になっててですね、とてもよろしいんじゃないかななんて、思いました。後からね、そのリレーとか買って自作で作るんだったら、まあこれ買っちゃった方が、コンパクトですし安いですしっていうところは、あるかと思います。蓋の接度がですね、非常に、微妙ですね。良くもないし良くもないしみたいな感じですね。この爪で引っ掛けるんですけれども、これ多分そのうち折れちゃうんじゃないですかね。パワープレイすると優しくキッパチッパチッって入れないと、ダメかと思いました。2800円なんでね、そんなブーブー言っちゃいけないと思います。で、中身はこんな感じですね。こちら、12V 20アンペアのリレーが1個、まあとはね、低配のヒューズが、3つと、あとジョージの20アンペアのヒューズが、1個になってますね。で、左右のターミナルが、プラスとマイナスになります。だからこの本体から、電源とアースが平行に引けてですね、とっても配線が、引きやすいかと思います。これちょっとギボシがね、ちょっと残念だなと私は思ってしまいましたけど、出たくちゃいけないですね、といったのが外観でございます。でですね、8月の下旬ぐらいにですね、 D ユニットの新しいやつ、ウォーターレジスタントっていうのが、発売されるようです。こちらはですね、よりコンパクトになりまして、3系統のみ、取れるようになっております。バッテリーの、常時電源は取得不可です。で、 PTC サーミスターを使っておりますので、ヒューズレスになります。ヒューズレスになります。ヒューズレスになるんですけれども、要はアンペア数の変更が効かなくなるんで、まあ、ETC の1アンペアを中に入れたいなっていうのはちょっとね、万が一があるのでやめた方がいいかもしれません。まあ、で、あとね、でも防水になって小型になるんで、これはこれでありなのかなと思うんですけれども、ちょっと PTC サービスだって僕も使ったことがないんで、もしね、切れたり切れなかったりとか誤作動起きても嫌なんで、やっぱりヒューズが意外と安心なんじゃないかななんてちょっと思ってしまいました。はい、それではですね、配線の方を加工していきたいと思います。私、ギボシあまり好きじゃないのでですね、これを全部ですね、切り取ってしまって、全て、カプラーにしたいと思います。で、ね、施設にね、こう何ペア間違えないでくださいよってマーキングのフラッグもついてるんですけど、これもやり直すので、全部取ってしまいました。でね、こちら110系統のですね、 2P で、3丁、やっていきたいと思いますね。こちらですね、このカプラーがこの本体から出てるというか、まあそのコンセントみたいにですね、穴が開いてるような感じだったら本当はもっといいですよね。デイトナさん、次作るときそういったものを作ったらもっと、さっぱりシンプル素晴らしいんじゃないかななんて思ってしまいました。
でですね、配線を向いていきたいと思います。ワイヤーストリッパーはウェイコムのナンバー5ですね、ガン型のやつです。ガン型のねワイヤーストリッパー使ったことない人ぜひね、使ってみたら、いいと思います。目から鱗です。とっても使いやすいと思います。で、次はですねアイビスのでかしめていきますんで、さっきストリップしたところの導線の位置をですね、突き出し量を確認していきます。でアイビスに、この端子をくっつけてですね、さっきの突き出し量に合わせてギュッてかしめる感じです。そうするとですね、ミスなく、かしめれるんじゃないかなと思います。この端子のかしめなんですけれども、今のところですね、このアイビスが一番ですかね。本当にいろいろ買ってきましたけど、この同時かしめがちょっと最初慣れなかったですけど、一番使いやすいんじゃないかななんて、思います。でかしめがちょっと足りないなと思ったら、もう一個ちっちゃい方のダイスでですね、やっていただければ、ギュッとなると思います。線によってですね、まあその線の規格、中の導線は決まってるんでしょうけど、外形がですね、メーカーによって違ったりしますので、その辺はですね、かしめ具合は、任意に、調整をしながら、やって抜けないように、端子がぐいぐい曲がらないように、やっていけたらいいと思います。まあ、絶対抜けちゃうのがね、一番最低ですけれども、そんな感じですね。でやっていきます。まああまりちょっとねこういう機会はないんですけど、平行にですねこれ3系統出ててですね、これ配線の長さ本当は並べてやっちゃうと、そこの部分だけ太くなってしまうんで、長さをね全部互い違いにしたりとかして段違いにしたらですね、もっと配線が細くできるんですけれども、今回ね付属の配線がちょっと短すぎてできないので、そのまま平行に取り出しましたっていう感じですね。で、まあ、アイビスの、HS03B で、かしめております。まあ今のところね、端子かしめる工具はこれがナンバーワンなんじゃないかなと思います。あとはね、これにハンダを流しておけばさらに、抜けづらくなると思いますよ。でまあ、付属品でですねこういうマルチタップみたいなのついてるんですけれども、まあ、基本的にはですね、使わない方が、よろしいかと思います。で意外とかゆいところにね、気配りが素晴らしいなと思うんですけど、こうタイラップをね通す、溝が本体に掘ってありまして、こうやってですね、平らなものにですね、固定しやすいので、意外と便利なんじゃないかななんて思います。でもサイズが合わないとですね、こうやってスカスカってなっちゃうんで、そういう時はですね間に両面テープとか貼ってですね、まあ、うまくやってあげてください。で取り付けなんですけれども、大抵ね、まあ、さっきのタイラップだったりとかこういう両面テープついてるんですけれども、タイラップだったらまだいいんですけど、両面テープだとね、あの作業動線上で外せないと困る時とかありますので、できればですね、避けた方が、いいかもしれません。で私よく使うのはこの 3M の、デュアルロックですね。デュアルロックの一番薄いやつですね、クリアのタイプでノリも残りづらくてですね、でその接着力もですね、むちゃくちゃ強くないので、ちょうどいい感じです。でお互い合わせてもですね 2.4 ぐらいしかないので、かなりね、肉厚が薄いので、使い勝手はいいと思います。両面だと1ミリぐらいですもんね。なるべくですね物は外せるようにしておくと、いろんな意味で、メリットは高いかと思います。接続についてなんですけれども、まあ、説明書通りにやるとですね、バッテリーのプラスとマイナスにつけてくれ。でバッテリーのプラスとマイナスのターミナルって基本的にやっぱり物ってつけたくないんですよ。作業も悪いですし、何個ついてるか分かんなくなっちゃったりとか、結構ね、リスクもありますんで、私はですねこちらのスターターリレーにこれバッテリーのプラスこっちつながってますんで、私はね、こっから取得していきたいと思います。で小物入れにですね、取り付けますので、まあ、適当に空いているところを、印をつけました。ここをですね、油圧パンチャーで、ちょっと抜いていきたいと思います。はい、それではですね、下穴を開けまして、油圧パンチャーでですね、穴を開けていきたいと思います。まあ、あの、あったいい加減な配線が取ればいいだけの寸法なので結構いい加減に開けておりますね。パンチャーあると穴開けるの早くていいですよね。一つ持っておくといろいろな加工で、便利かと思います。あとねバリを取って完了ですね。
で、まあ、ちょっとどうでもいい話なんですけど、こうね、貼り付けるものとかですね、角 R 切ってるとですね、結構かっちょいいかと思います。見えませんが、キングジムですね、トリマー RT36W ってやつですね、2種類の R がですね、これを切るだけでこのようにですね、もうすいません、カットしてるところの動画をちょっと撮り忘れてて、あと編集になっておりますが、こういう感じでね、切れますんで、一つ工具箱に忍ばせておくといいかと思います。でですね、スターターリレーのターミナルからですね、プラスを取りたいので、こちらをですね、超音波カッターで切っていきたいと思います。うちで使っている超音波カッターはエコーテックのですね、ZO80 ってやつですね。こちらで、ザクザク切っていきます。あの、精密にですね、もうすごい目に見えないぐらいの振動で動いてますんで、精密にあまり溶けないで切れていくからですね、結構いい感じですね。なかなかこれも買ってよかったなと思える品でございます。まあ、そんなにね、使用頻度高くないですけど、まあ、こういう感じでですね、切れますんで、穴開けてもよかったじゃんとかちょっと後々思ったんですけれども、まあいいかっていう感じで、こんな感じに穴を開けました。で、電装部品をね、後から買いますと、親切設計でこのようにですね、ヒューズ漏れなく、くっついてきます。でも規格は結構みんなバラバラだったりしません？あの、マイクロはないですけど、ミニだったり、その普通の平型ヒューズだったり、あとは簡易ヒューズだったりすることもあるんで、これをですね、3系統であればそのおまとめできますんで、とってもシンプルになりますということでですね、この付属の、私これ ETC つなげるんですけど、 ETC のですね、このヒューズは、今回使わないことになります。で、アースはですね、クランクケース側、バッテリーマイナスのターミナルの、要は取り付け面ですね、そちらと共締めして、取得することにしました。こうすることによってですね、バッテリーのプラス側、バッテリーのマイナス側、両方に共締めする必要がなくなったので、すっきり取り付けれるかと思います。で、完成したらですね、まあ、電装系とかは後からこうやってマーキングしておくと、分からなくならないので、とってもいいと思います。あとね、後から見て、おなんだよ、しっかりしてんじゃんってちょっとやっぱり思ったりもしますんで、やっておくと、よろしいかと思います。ちなみに私が使っているのは、ブラザーの、ピータッチってやつですね。まあ、一般的に流通しているのは、キングジムの、テプラーっていう方がですね、認識が高いかと思いますけれども、薬品溶剤系に強いのは間違いなく、ピータッチの方ですので、結構うるさく使う人とかは、ピータッチ買った方が、いいかもしれません。では、取り付け完了いたしました。で、このようにバッテリーのターミナルに余計なものがついてないと非常にですね、シンプルで気持ちがいいです。で、ケースをちょっと入れてきますね。すいませんね、ちょっとね、片手でカメラを持って、やっておりますので、このようにこっちもですね、間違わないように、マーキングしておくと、かなり安心度は高くなるかと思います。で、ちょっといい加減なんですけど、あのデュアルロックで、ケースに取り付ける感じですね。これやっぱ外せると外せないとじゃね、結構大きな違いですので、なるべくね、後付けの部品は、外せるように、しておいた方が、いいと思います。で、こうパチッとね、刺して完了となります、ね。で、こんな感じで、取り付けました。今回はね、 ETC1A しか取り付けていないんですけれども、こんな感じになっております。で、常時の 12V は、スターターリレーのターミナルから取っております。で、アースは、メインのアースから取ってる感じですね。こんな感じでございます。で、まあ、まとめみたいな感じですね。こちらの製品は、3系統の、ACC、まあ、オプション電源ですね、プラス1系統の抜直のヒューズボックスを兼ねた、電源が取得可能になります。あと、後付けの電装品の付属ヒューズ、 ETC 買ったら 1A とかついてくるじゃないですか。それを、撤去してしまって、この中に、ぶち込むことが、可能になります。まあ、同じくなんですけど、まあ、だからそのヒューズのアンペア数を変更することによって、この中に、ETC の 1A 入れたりとか、することが、可能になります。あとですね、まあ、常時電源取れるっていうのもそもそも、面白いですよね。だバッテリー充電器つないでも、多分大丈夫だと思います。あと、ヘッドライトリレーの取り付けも多分これ問題ないでしょうね。2800円でですね、結構、いろいろ拡張性が
高いアイテムなんじゃないかななんて思います。うちなんか結構ねこう後付けの部品つけること多いので、こちらはちょっとね、常備で持っておけたらいいかななんて思っております。ちょっとね今回長くなりましたがこんな感じでございます。ちょっと参考にしてみてください。よろしくお願いいたします。